点差ありますので、ちょっと状況としては冷めています。今日は4打数の3安打。左中間のフェンスに当たる2本のツーベースが1回目のバッターボックス、そして2回目と連続して出ました。センターオーバーのホームランが出ました。今日4安打目。ジェフ・ケント今シーズン遅ればせながら第14号のソロホームラン、9対6。これは1点はいけません。これが1点差だったら同じ盛り上がり方をしているドジャースタジアムですが、まだ3点あります。しかし今日のケントはすごいですね。そうですね、またキャメロンが取れるか取れないかというギリギリのところに飛ばすっていうのも憎らしいですよね。なんかカメロンとゲームをやっているだけですね。そして今日はタイムリーツーベース1本で JD ドリュー9対5が9対6になりました。アドギンスが打たれています。ただ守る方の三塁側にしますと、今のはランナーを出すよりもホームランの方が気持ちはさっぱりしますね。そうですね。まあ、ただサンディエゴからすると、今日ここでホフマンって使いたくないシチュエーションですね。そうですそうです。休みなくこのままシーズンエンドまで行きますの で昨日も登板してますので、9月の12日から10月の1日まで休みなしの20連戦の今日は7戦目のサンディエゴパドレス。明日サンディエゴに戻るのか、あるいは今日もうバスで戻ってもいいし、飛行機でももう30分ちょっとトーンと行っちゃいます。でサンディエゴのティームは伝統的にこういうロードのヒムシコが戻ったとしても必ず球場のロッカールームにまた全員が集合するそうですね。それで、監督が一言言って家に帰る。 JD というバックトゥーバックですね。2者連続のホームランは右中間のスタンド深いところに叩き込まれました。ドリューの第17号のソロホームラン。ただまだ2点差あるんです。あの後の斉藤の点の取られ方が惜しいというのはたらればで、まあ気楽に打っているから、またトレバー・ホフマンが出てきてないから2者連続バックトゥーバックが出る、まあ、そういうことも見えますが、結果的には惜しい惜しい9回の表の3点でした。というホームランでした。J.D. ドリューさん、こういうホームランをもっとランナーがいるときに打ってちょうだいよとドジャースファンは思います。ここでトレバー・ホフマンの大きな体が画面に登場します。サンディエゴですと鐘が鳴り、スタートられますのはアリゾナの開幕8連勝をしましたブランドン・ウェブ、それからボギスナンバーワンのクリス・カーペッターが2年連続狙ってもおかしくないし、フリダ・マーリンズの若手ジョシュ・ジョンソンも候補の1人ではあります。高め高く打ち上げた打球は三者連続素晴らしい。ラッセル・マーティン、5月5日デビューしたばかりのこのルーキーが1点差に追い上げる3者連続ホームランの3人目、左中間に今シーズン第10号。あのトレバー・ホフマンから打ちました。ご覧いただきましょう、高めのストレートでした。鴨志田さんがもう今日は出番がないんだという緊張感が切れた後の気持ちでマウンドに登ったとしたのがちょっと心配ですよとおっしゃっておりましたけども、まさに逆に斉藤が打たれて、あ、今日の出番はないやと思ったことは多分にドジャースにとってはラッキーでした。そうですね、昨日はメリですからホームラン、そして今日はホフマンからホームラン、大事なところで2発で、先ほど映った黄色いセーターを着てたのがラッセル・マーティンのお父さんで、名前も同じラッセル・マーティンですね。どうですかこれは。まさか4者連続、うわーアメイジング、アメイジング、グレイト、アウトスタンディング、アンビリーバボーという感じです。9対9の同点、あのトレバー・ホフマンが打たれています。打ったのは今日2本目のホームランを打った、そして今日素晴らしい全打席ヒットを打っている
あのアンダーソンです。こんなことがあるんでしょうか皆さん。私は甲子園球場であの阪神タイガース優勝した1985年の3者連続ホームランを実況しておりますけど、9回の裏トレバー・ホフマンから4者連続のホームランというのは全く想像しませんでした。9対9の同点。ようやくワンダー。もしドジャースがナショナルリーグの西地区を制したとしたら、この試合はファンの皆さんも日本のテレビ局の皆さんもまず忘れることはないでしょう。マーロン・アンダーソン今日すごい仕事してますね。そうですね、マーティンのホームランでも驚いたんですけれども、続いてアンダーソンも打ってしまうねえ、素晴らしいですね。今日はホームラン、ヒット、ヒット、そしてヒット、ね、ホームランでしょ、はい、今日はツーベースとホームラン。シアネスももしかするとシーリーと一緒で自分は出番がないと思ったところでの登板なので、準備ができてないのかもしれないですね。トゥリーボールワンストライクになりました。延長10回の裏、10対9、サンディエゴ1点のリード。サヨナラホームランになった。ドジャース首位奪回、なんという試合でしょう。ドジャースは9回10回だけで5本のホームラン、チーム全体で7本のホームランで首位奪還。ノマーガルシアパーラー、今日は貴重なツーベース、そして見事なサヨナラホームラン。いやー、鳥肌立ってますよ今僕。すごいゲームです。なんというメジャーリーグのドラマなんでしょう。信じられません、こんな野球があるんです。感動です。第18号のサヨナラホームラン、ノマーガルシアパー、左の太ももを痛めている、3試合ぶりに今日カムバック。最後はこのノマーガルシアパーロのために行われたゲーム、そんな感じさえする見事なロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレス、ナショナルリーグ西地区の首位攻防戦、今シーズンの最終戦でした。野球は筋書きのないドラマ、両の東西を問いません。ドジャースが9回の裏4者連続ホームラン、誰が予想したでしょうか。ジェフ・ケント、J.D. ドリュー、ラッセル・マーティン、マロン・アンダーソン、そして10回の表、重い1点を取られた後、ドジャースのこのガルシア・パーラのサヨナラホームラン、誰が予想したでしょうか。ノマー・ガルシア・パーラ、11年目、32歳、去年は62試合しか出ることができませんでした。Once again, the final score in 10 innings. Believe it or not, Dodgers 11, Padres 10. Stay tuned for Dodgers Live, and it starts right now. Good night, everybody. 11-10. All right, thanks a lot, Michael Eaves here on the field. You know, Nomar, I get paid money to ask you the right questions in the most unusual situations. I have no idea what to ask you right now. This is the craziest game I've ever seen. It's pretty crazy. I'm just so proud of our team. The way they stuck in there, they persevered, they pick each other up. And look at this crowd. They're still here. They're stuck around. It's awesome. I don't know what to say either. A lot of times you get in a situation late in the season, Nomar, you need a spark even for the stretch run to get you over the hump, to get that positive momentum. If this is not a spark example, I don't know what is. すごいドラマだ。The team really stuck together. Everybody was going out there. They were doing their job. And it's just an awesome win. That is a full team win right there. It says a lot about you going out there with a bum leg, still playing first place, and coming up with a game-winning hit. You know, like I said, these guys, when you see what these guys are doing, how do you not get pumped up? They really pick everyone up. Nomar, we appreciate the time. Go celebrate with your teammates. Nomar Garcia Parra, a solid effort tonight. One of the craziest games you have ever seen at Dodger Stadium. They come back from two four-run deficits.
to win it 11-10 in the 10th inning. And more importantly, they take a half-game lead over the Padres going into their next series against Pittsburgh. Guys, it's a crazy scene down here on the field. Let's send it up to you in center field to Patrick, Kevin, and Steve. All right, Michael, great job. You know what? It was a pretty crazy scene from where we were sitting in that ninth inning. Those four consecutive home runs, which is... 素晴らしい一言でしたね、今のヒーロー。